どうも皆さんこんにちはということで、ね、今回はちょっとリュウロさん、リュウロさんじゃないよ、うららさん家に来てるんですけども、今回の企画を話すと、今ここうららんちです。うららんちなんですけど、今ボクシングがこのよくわからない置物を持ってきたと。それでうららがこの置物は誰のじゃんって言って僕らが黙っとくと。でもしうららがこの置物を置いてったのがボクシングっていうのを当てられたら、じゃあボクシングが持ち帰る、持ち帰りましょう。で逆にボクシングのことを当てられなかったら、じゃあうららがずっとこのよくわからない置物を持って帰ると。だ庄司さんと僕が狂人ってことですね。そうですね、僕が人ってことですね。そうですね、うん、それでじゃあ今回人狼が始まるということで、よろしくお願いします。よろしくです。それなん？何これ、え、なんこれ、何これ、触っていい、これ、え、なんだこのとこある、何これ、え、さっきここにあったんやけど、は、これ、え、何これ、え、え、何これ、何これ、何か持ってきたの、これ、これ、卵置いてった、卵じゃん、これ、何これ、気持ち悪いけど、お土産持ってきた、何これ、てか、こんなん持ってくないやろ、絶対こんなでかいやつ、え、な、な、これ何これ、怖すぎ、え、ちょ、気持ち悪いんやけど、え、うららさんがな、え、うららさんが、俺んちのもんじゃない、俺んちのもんじゃないって、え、これお前んちのじゃない、違う、え、じゃあ何だろうね、何これ、でもこんな、こんなクソでかいの誰も持ってこいやん、誰が持ってた、いや、知らない、いや、誰が持ってるんだよ、逆に、うん、じゃあ僕らもう帰るよ、いい、いや、ダメやろ、え、ちょっと持って帰ってよ、え、いや、し、そんな、知らない、誰だか知らない、僕え、ガチで誰、え、知らない、本当に知らないいや、俺は知らない、いや、意味がわからん、俺は違うよ、意味が、意味がわからん、俺が帰、みんな送り出そうと思ったらなんでこいつがおるの、いや、知らん、知らん、本当に知らない、本当に知らない、何やこれ、なんこれ、誰本当に知らない、俺じゃないで、いや、なんで袋なん、目見開いてるよ、怖いやけど、目めっちゃ目見開いてる怖いっすね、ちょっといや、でもこん中で多分誰か置いてたんじゃない、誰、玉尾じゃね、カクンさん、カクンさんっぽいけど、クンさんそんなことするタイプじゃなくない、何のために置いてた、重いね、それ結構重い、ピッピー、うわ、こんなん絶対自分で持ってこない、誰が持ってくんだろう、ケツ穴開いてるよ、俺、え、なんか入ってる、チャリチャリとか言うよ、チャリチャリ言ってる、うん、え、ちょ、怖い怖い怖い、いやいや、貯金箱じゃないだろ、俺なんか入っとん、変なもん入れてない、いや、でもこの中に絶対置いてった人がいるんでしょ、誰、まあ、いるだろうな、じゃあ、まあ、いるやろうな、うららんちのじゃないんだったら、じゃあ、結局もうあれでしょ、だから、うららのうちにこの置物を置いてた人を当てればいいってことでしょ、これなんかに置いてるの、なるほど、そう、人狼殺始まった、今人狼始まってるよ、なるほどね、この置物を置いてった人を当てたらそいつが持ち帰る、なるほど、で、もし、はい、そいつを当てれなかったらうららがそれを、まず、ね、俺はボドカちゃんと最初に会った、うん、ボドカちゃんと一番最初に会って、その時はボドカちゃんポケットに手突っ込んでリュックも何も持ってなかった、うん、まずボドカちゃんは違うからこっち、おー、なるほど、次、吉永ちゃん、吉永ちゃんも俺上から見たんよ、うん、上から見て、あ、吉永ちゃんって言ったら吉永ちゃんも違うからこっち来て、おー、吉永ちゃんではない、なるほど、なるほど、なるほど、で、すごい一人で入ってきたのは、あとは、妻さんか、あ、妻さんは一人で行った、で、俺のとこ行ったら先に、で、あと、りょうりょうちゃんも後で遅れてきたよね、だから俺が遅れてきたこのサンライムだ、そっか、3人で来た、うん、違う違う違う、だで、僕らが来た時に、ここ見に来たじゃん、うん、いや、待って待って、見に来たけど、だってその帰るとき、あ、待って、はい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 、一回、なんか外で出た、チョウちゃんと俺、ボドカちゃんと吉永ちゃん、うんうん、だから3人、3人、あれ何しに行った、え、俺はさっきの酒のチーズとビーフジャーキー買いに行ったりと、飲み物買いに行った、いや、だからでもこの2人は違うよ、絶対に最初、後で行っちゃったっけ、うん、だからと、ボクシングとチョウちゃんや、え、なんでだって俺、覚えてないもん人狼っぽくなってきたね、でもあと2人が来る、覚えてないもん、グレーグレーグレー、だって、リョウちゃんだって覚えてないでしょ、りょうちゃんと3人で来た最初、それでここ開けたじゃん一瞬、開けたけど、いや、だからボクシングは帰る時見送ってんだよ、その時あったのないの、帰る時見送った時なかった、なかった、だから俺らが来た時のタイミングじゃなくない、いやだって僕らがこの2人ではない、うん、どっちだ、ひょっとこわかんない、おっとなんかこいつが可愛く見えてきた、欲しいのそれ、全然あげるよ、あげるって言ったの、翔ちゃん、あげるっていう言葉を出すのって自分が持ってきたものじゃないとあげるって言葉は普通出らんのよ、別にもらったらいいじゃんとか言ったらいいけど、あげるっていう言葉やったよね、ポロッと、うん、犯人は翔ちゃんですね、え、本当にそれでいいの、いい、え、いいの、間違いない、
え、じゃあそれもう本当に自分のものになるんだよ。でも外れたら、まあ自分、うららさんのものになってしまって、いや、俺嫌だ。いや、一生、一生ここに一生ここに置くんだよ。守り神として置いとかなきゃいけないから。なんでこれかわからんの。フクロウって別に俺のなんかイメージなペットでもないし。じゃあ当てるしかない。結構重たいし。じゃあもうこれ当てるしかないですよ、うららさん。中のこれよりわからんけど、ボクシング、まあ、今日リュック持ってきた。リュック持ってきました。おお、翔ちゃんは手ぶらだった。僕は手ぶらだよ。じゃあ決めました。持ってきたのはボクシングです。本当にいいんですかそれで。はい。なぜですか。やっぱりその持ってくるためにはさすがに翔ちゃんが持ってきたとしたらこう持ってこんと思います。タクシーの中でもこう横に置いて持っていかんと思います。ってなるとやっぱ何かに入れて持ってくるっていう荷物、そのリュック系を持ってきたのはボクシングしかこの中にない。でも一つ考えてほしいのが、なぜ僕らが3人で外に出たのかっていうのを考えてほしい。途中で僕らが外に出たっていうのをやっぱりそういうのを行った時に拾ってきたんじゃないの。考えたりとかそういうのしないんですか。僕、吉生、ボドカはコンビニに行ってなんかいろいろお酒とか買ってきたんですよ、うんうんうん、そういうのも考えなかったんですか。いやでも今の反応で急になんか吉生ちゃんにやけ出すからボドカちゃんニヤニヤめっちゃ笑い出したから、うん、俺はちょっとこっち関係ないこの3人やと思うな、うん、今ちょっと気持ち変わったごめん。あ、気持ち変わった。まあまあ全然じっくり考えていただいてね、うん、あ、ボクシングからこの3人に僕、ボドカ、吉生に変わったところ、うん、変更変更いいですか。使ってきたん、その時に。まあ、あ、でもなんか俺の家の近くなんかいろいろ売りよったな。そこではなんか買ってきた。なんだに。いや、買ってないから分かんないけど。あ、さ、楽しくない？買ったことめっちゃ動揺してない？買ってないから分かんないけど。グル、誰か一人で買った人がおる。いや、わかんない、それは。まあ、それはもううららの考察でしょ。俺はもう来た時にここにあったから。ほんとださっき急におるとか言ってんの。来た時にはここにあった。だからうららが言って、うららさんがなんか急に今俺にはもうここにあったから。それまで見てないやろ。うん、うん、何がしたいん。カメラ回しとけどよ。いや、やっぱり僕はいつもうららが人とゲームやるときにそれを動画にしてるから、やっぱり今回僕らもね動画にしようかなって思って。ああ、いやいいと思うよ。やっぱり君をね捉えたいなっていう。あ、捉えたい。もちろん俺がそのチャンネルとかです。でもありがたいことやけども。そう、だから僕が回してるから僕が犯人ってわけでもないよきっと。ああ、なるほどね、うん、みんながグルという可能性もある。可能性ももしかしたらあるかもしれない。じゃあみんながグルでみんな答えがみんなみんななんじゃ。そういうわけじゃないやろ。うん、でもそれを置いたのは誰かっていう話です。買ってきた人じゃん。買ってきた人なんてないけど、うん、待って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 、うん、なんかね持ってきて置いた人。俺がね、一回ね、さっきね、うん、思い出して酒飲んで一、うん、回、二階から一階に降りた時に、うん、なんか翔ちゃんがテレビが壊れたとか言ったよ。何言ってんだろうと思ってその酒飲んだんやけど、うん、その時何してた？何してた？うわぁ！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 待って、おい！呪いの人形じゃねえかこれやっぱり！呪いの人形じゃねえかお前！ちょっと落ちた入った1円！1円！翔士さん1円入ってる1円！1円入ってた1円！なぁ！身体なのに！おい！身体！え？あぁ！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 絶対もらっちゃいけないじゃん、そんな。それやばい、やばいって。それやばい、当てないとやばい。何としても当てないよ。何としても当てないよ。当てないとやばい、ミーアキャット。そうだよ、本当に。当てないとマジで。マジで当てたら持って帰ってね。うん、あの、もし買ってくれたなら買ってくれたらいいけど、でもやっぱり当てたら持って帰ってもらうわ。まあ、そういうルールだから。そうですよ。行きます、行きます。え、いいんですか、本当に。じゃあ、そのなぜそう思ったのかも全部発表してください。はい、庄司です。はい、やっぱり理由としましては、カメラを持ってきてるって時点で、翔ちゃんがカメラを持ってきてるって時点で、何か企画をやろうとか、何かをやろうという考えを持ってきたのは持ち込みはこの人なの。これを買ったのは、もうこれにしようやったら多分3人で決めたと思う。うん、これいいやみたいな。これにしようぜ、へへへへって、ゲラゲラ悪いんやけど、持ち込み。3人で俺ら3人ってこと？そう、一緒に買いに行ったという可能性としてね。で、まあ、結局は誰かというと、翔ちゃんです。え、もう本当にいいんですか？いいです。合ってたら持って帰ってくださいよ、これしっかり両手に両手に担いで。はい、答えは僕は犯人ではありません。僕じゃないです。ちな
なみに犯人は？あずつぽで言ってみ。ボクシング。そうです。なんでそこにおるんかちゃん。マジやばいよこれ。やばっ、やばっ。見て見てこれ。でこれは正直うららさんっす。これはうららさん。殺してくれんの。じゃあ聞いて。そういうこと。そういうこと。え、これどうした。これあのずっと部屋にあったんですよ。はぁ、誰の。僕の。それ持ってきたんですけど。いやいや、意味わからないの。引っ越し祝いってことでしょ。そうそう、うららさん引っ越したからって。引っ越し祝いで何でも持ちに来てるのに。母もさないから。それはうららさん。やばくないこれマジで。見て、もっとずつイケボでちょっと出して。ここに何か粉がついてるわけ。これやばいよこれ。粉吹いてる。これ修繕費いくらなんだろう。やばいぞこれ。10万。20万。壁の布張り替えじゃなくてがっぽりいってるからねこれ。え、ってことはじゃあそれうらら家にずっと飾っとくってことですね。当てられなかった。ルールだから。まあルールやから。ルールだから。これさ毎回来月もやるけどさ、そのためにどんどん増えていく。もういらんこと次は誰も持ってこんでいけない。どん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 増えていって、どんどん壁もボコボコあるけね。ありがとうございます。じゃあもうこれは引っ越し祝いとしていただきます。じゃあ最後ボクシングさん締めてください。締め。まあ、でも楽しみじゃない。そうですね。またね、8月2日ここ来るので、次はトムさん来る。そうということでね。また新しいものを入荷しておきます。見ませんね。何ちゅうかな。